でさ、でさ、うちの高校って卒業してももうさ、本当一校へのキャプテンなんてさ、いまだにさ、うん、この一個のさ、あの死んでも埋まらねえんだよって言われる。本当に。たまらく60年。俺らこのこうなるのはもう本当一校への先輩、いまだにだよ。本当に。通常はちょっとね、なんか慣れしくなりますけどね。高校の応援行ってて、ちょうど何年か前に会った時だって。あの決勝戦俺30分か40分ぐらい前に試合開始、うん、スタンドに行ったのよ。したらもう来てたのね、うん、キャプテンの人、うん、挨拶行ったらさ、お前よく俺より遅く来れるよなそんな学校だよ。多分ね、応援行ったのに。いろいろもしだからもうあのうちの高校のやつって、だからあの俺の後輩なんかもそうだけどさ、サイプレス上野ってラッパーのやつがいるんだけど、うん、未だに不良だからね。だってヨタつい俺もあのもらったりしたんだけど、ヨタコって入ってる T シャツ作ったりとか。え、その人横浜高校なんですか。そうそう、ラッパーの方。うちね、何気にね変わってんの多いんだよ、うん、だからゆずの北川とかさ、あの人です。あれうちの高校だよ。へえ。あとはだからそれこそ今井上尚弥やって、うん、世界チャンピオン、はい、あそこのあの会長もうちの高校だ、大橋は、俺の2つ下で、でそれの2つ下かな、レスラーのさ鈴木みのるっていう、はいはいはい、うん、世界一性格が悪い男とかっていうフレーズで、そうなんですか。あれもうちの高校だから俺はよく言うのよ、俺はもう尊敬する後輩がうちの高校には3人いるって言ってて、はい、大橋とみのると松坂よ、すごいですね、この3人はやっぱすごいね。ミノルなんかもう52か3でまだ現役やってるから、うちの高校ね不良、まあ、でミノルも大橋もみんな不良なんだけど、うん、だけどなんか面白い方向で頑張ってんだよね。それあれですかね、やっぱ無理やりボコボコされたりする怖い先生もいたけど、うん、やっぱチャンスはもらえてたんじゃないですか。だって普通タバコ吸ったら1週間停学のとこじゃなくて2週、うん、全治2週間もすごいけど、もう置いてくれてるわけじゃないですか、うん、学校に、うん、途中でパン切られてやめてったらどっか行っちゃうのかな。あんまりひどいのはもう本当途中でもう学校退学になったりとか、そういうのだからそこちょっと分かんないですよね。あんまりひどいレベルが分かんなくて、先生が当時はもうあの不良上がりの先生ばっかだから不良のことをよく分かってる。なるほどですね。だって俺あのボクシング部の先生がさ、あの体育の先生だったんだけど、あの海道先生で、もうすっごい厳しいのよ、はい、ニコニコしながら腹にパンチ出てくるような元気かみたいな感じで結構きついやつなんだよ、ね、そう甲子園帰ってきてさ、でなんかおあいこ、お前今日は外でサッカーかなんかだったのグラウンドで、うん、お前今日授業出なくていいやって言うの、えっつって言ったら、うん、教官室行ってくれ、うん、で分かりましたっつって教官室行ったら、はい、もうさ甲子園帰ってきた後だから、はい、で授業ないでさ、はい、あの体育の先生がいるわけよ、はい、そしたらさもう敷地がこんなんのよでさ、お茶とみかんが置いてあってさ、俺授業中ずっとサイン書いてんだから先生集まちますよね。じゃあ書いてほしいですよ、ね、考えらんないよ授業中に。ほんでさ、よっからさその体道部の先生よ、よっからさ、おお前あいこって言ってくるぐらいだからまあいい時代じゃいい時代ですよね、本当そういうのが。そう今の子たちってさ、ある部分はさものすごい恵まれてるけど、うん、ある部分ではかわいそうだなとか、ね、かわいそうですよね。ちょっとなんかやってもさ、そうですね、うん、怒ってもらえないですからね。いやだからさ、名前出し申し訳ないかもしれないけど、清田みたいなことってさ、ね、なんか女のこととかさ、ね、そんなの昔なんてさ当たり前だったじゃん。こんなことでこんな大騒ぎになっちゃうんだみたいなさ。確かにね。だって昔なんかさ、全部やんなかった、あのファームなんかでもさ、うわーっとこうバスの周りに女の子いたらさ、はい、プロ野球選手ってさ、こうプロ野球あるあるだけどさ、あの部屋の鍵をいちいちフロントに預けないの。そうですね。でもうバッグに入れてさ、そのまま試合行くじゃん。そうですね。で帰りにさ、キャーキャーこうなんか女の子いたらさ、部屋のルームナンバーを超えてもうだってドラゴンズなんかさ、俺面白かったのさ、赤プリだったのよ。ああ今なくなっちゃったけどさ、あ星野の監督の時代じゃないですか。そう星野さんの時、もうほんと笑ったのがさ、結構みんなさ
ちゃんとさ、自分でさ、別の部屋取ればいい。自分の部屋に連れ込んじゃってるの。何がいたの。それちょっとね、紳士協定義務違反ですね。ほんで、野球選手ってほら、もう所詮プロなんかでもさ、あの野球バカしかいないから、そうですね、だから考えること一緒なのよ、うん、で大体さ、モーニングコールが10時だから確かに8時ぐらいに女を返そうっていう考えなんだろうね。なんかあのエレベーターでみんな鉢合わせになっちゃったらしいね。誰だお前、昨日外人呼んだのはっつって言って一人外人がいたらしい。今の子って ある意味高校時代とかさ、俺らの時代と違ってさ、本当野球で真面目に過ごしてきちゃってプロ入ってくるじゃん。でプロ入って遊びを覚えちゃうとなかなかやっぱそこを立ち回りがうまくないよね。なるほど。そっちに夢中になりすぎちゃうんですかね、うん、気持ちよくて。昔はさ、もうみんななんか高校時代に一通りやったっすもんね。遊ぶ時代、ね、あった、うん、だからプロ入っても特別なんかこう初めてみたいな感じじゃないけどさ、地方の子たちがさ、いきなり東京の球団とかでさ、東京だ横浜だなんて、もう地方にはないようなネオン街があったらさ、 それはやっぱりね、嫌がっちゃうんすかね。僕ら高校な負け弱いの分かってたんで、早く負けるの知ってたんで、髪も伸ばしてて、僕らの時代負けた翌日パンチパーマできましたもんね。やっぱりその遊びたくて。あの横浜高校のイメージって県立で頭が良くてみたいなイメージですよ、うん、1年で甲子園出た時言われたもん、うん、え、県立じゃないので、そういうイメージなんです、県立で。でしかもあのユニオームの当時で言ったらすごい爽やかなユニオームに愛子さんたちも見えて、かっこよくて、プロっぽいユニオームみたいな。私立だよ、もう私立でさ、偏差値も低いようなさ、いわゆるさ、なんていうの、掛け持ち高校、受験の併願ってさ、県立一本とかじゃなくてさ、一応掛け持ちっていうかさ、県立落ちたらみたいな感じで受けてくるからさ、倍率がすごいのよ受験の。俺らの時で5倍ぐらいだから。俺ら優勝しちゃったらさ、はい、もう十何倍とかで跳ね上がっちゃってさ。だけどうちの本当はうちの高校って校長先生が東大出なのよ、もともと今の校長じゃなくてね、初代の、だから本当はちゃんとした頭のいい勉強ができる学校にしようと思ったイメージはあったんですね。なんかどんどんスポーツ学校になっていっちゃって、でそうなるとやっぱりスポーツしかやってこないから、まあ、勉強できないのがどんどんこう入ってくるじゃない。だってこれ真面目な話だよ、うん、テストあんじゃん、うん、名前に丸5点って書いてある。よく漢字で書けましたみたいな感じ。それは本当ですか。いや本当本当、名前にちゃんと自分の漢字を間違えずに名前を書いたら丸5点って書いてある。すごいよくあれですね、甲子園優勝しましたね、やっぱり。いや本当だよ。で監督が言っちゃったからキャプテンだし、そうだからどんどんそう取られていったっすもんね。なんか江夏さんのピッチングでこうなんかこうなんていうの、威風堂々といってバーン三振取って明日も勝つよみたいな風に見えましたもんね。あのね、本当はすっげえ喜怒哀楽を出して投げてたのよ、うん、ある試合で1年生がエラーして負けた時に、サヨナラ負けした時に、俺自分がそのヒットを打たれたことに腹立ってグラブバーン叩きつけたら、もう渡辺さんにもう一番怒られたかな、もう本当に殺されるんじゃないかぐらいの雰囲気で、二度とやるなっつって怒られて、それからもう完璧なポーカーフェイスになって、一切喜怒哀楽を出さずに、だからなんか高校生らしくないみたいな。いや本当はいろいろもうやべえなとか、もうそういう顔したいんだけど、もう甲子園ではもうなんかそういうのを出さずにみたいな。もうだって箕島戦なんてさ、俺らさ、箕島天理双日とかさ、もうそうそうたる当時の学校じゃない、うん、そこ相手にしてからさ、もう本当ドキドキしながら投げてるんだけど。本当してたんですね、ドキドキ。だってもう箕島なんて全盛期じゃん、うん、前の年優勝してて、はあ、尾藤監督、うん、もうでも渡辺さんがさ、もう尾藤さんに勝ちたくてしょうがない雰囲気がもう出てたからさ、はあ、もう他の学校もね、よくよく考えると結構不良いたよ、いっぱい、うん、もう箕島のキャッチャーなんてさ、あの、おー、愛子元気かよって言うからさ、安西もなんか言われたらしい、うん、で、よくよく見たらさ、2年坊やってさ、なんだあの野郎とかっつって言って、やばい子いたんすね。本当、俺さ、本当さ、2つ上のさ、あの1年の時キャッチャーやってくれたさ、うん、吉田
ひろゆきさんってさ、はい、あの南海大英阪神、はい、はいはいはい、吉田さん横浜高校なんですか。そうそう、俺の1年の時のキャッチャー、俺大英戦の時に吉田さんがスタメンでさ、はい、あの次の日日曜日のでさ、土曜日の試合だったんだけどさ、試合前にさ、おちょっとこう挨拶に行ったらさ、はい、したら、お前今日うち飯食いに来いよ、うん、ありがとうございますって、はい、デーゲームだから試合終わって、はい、だから俺その日さ、もうバカ当たりでさ、はい、5打数4安打でさ、ツーランとさ、最後さ、永井さんからさ、はい、9回の表に逆転満塁ホームラン打って勝ったのよ知ってさ、家行ったじゃん、はい、知ったもう、お前よって知ったら俺の時考えるよって言ってビール飲みながら、俺朝5時まで永遠正座だからずっと説教だよこの世を打っちゃった方ね。いやもううちの高校だから年いっても今の俺の年でもだよ、関係ないんだよね普通はなんか慣れ、本当慣れますけどね。もうあ、いや他の学校が羨ましいしょうがない。そうですよね、結構どっちが上か分かんない感じになってますもんね。でさ、これさあるあるだと思うんだけど、同県ってプロ入ると先輩後輩じゃない。ああそうですね。俺だからよく原さんにさ、あの挨拶行くのよ、はい、あのドラゴンズの時、ええ、でさその時さちょうどコーチに佐野さんがいたのよ、はい、佐野クリストさん、はい、ここの 大先輩じゃん、はい、さ原さんがさあの挨拶行くと、お前最近よあの佐野に挨拶来てねえらしいなとかで、どこにいるか分かんないので、よくよく探したらセンターでキャッチャーの練習やってんのよ。俺さもうその頃36とかさ、そんな年齢だよ、ダーッと言ってさ、もうおはようございますってさ佐野さんですか。そうあれ佐野さん横浜ですか。そうそう、大先輩だよ、3つ上の。確かにだたあの斎藤孝之いいんじゃん、はい、あれもう毎日挨拶来るからもういいよ1日でって3年生の初日だけでいいからとかさ、もう、 うちの高校おかしいんだよなんか本当に。確かにおかしいですよね、うん、3年生だって頭だけですよね。そう、怖い先輩。俺の3つ上、俺なんかまだ、いや俺は優勝したからすごいクローズアップされるけど、うん、俺の3つ上のキャプテンなんて尋常じゃないから不良でも関東で有名だったし、関東もうね、月曜日と雨の日は絶対その門崎さんっていう人なんだけど、うん、説教があるのね集合が、うん、必ずたまに練習がちんたらすると渡辺さんが今日は門崎のミーティング受けろって一言言ったらもう大変なのね、うん、もう物質がさ、まだ当時はさティーバッティングやるところで土なのよ、はい、で硬い土でさ、そこに全員正座して待ってるんだけど、本当俺の2つ上の先輩がさ、はい、本当にこう見せてくれたけどさ、コーラの王冠頭に乗っけてアップ手術引っ張られちゃったりとか、もうそんなのが当たり前だったからね。だって金縁の45度の眼鏡かけてる高校生ですよね。そうマジ怖い人だったの。流行ったですもんね、うん、プロ野球は楽だったんじゃないですかそんな先輩っていないですもんね、プロ野球って。そう